限5時の校庭ボールの影もないそんな無口でいないで廊下で会うたび喧嘩してたのに必須の途中で写真をぜひ載せてほしいっていう卒業生たちからのリクエストがこんなに俺出るのよだってその写真あんまりにもあんまりです何があんまりなの先生なんか聞こえんの うるさい静かにしとれへーって何よ一緒に止めてよなんでなんでってあんな写真を卒業アルバムに載せるっていうのよ見てよどれどれよく撮れてるじゃないよく撮れてなんかないもんだってともみっていつもこんな感じだよそうそう嘘どうせ載せるんならもう少しマシな写真にしてください何どの写真あら？みかげ！どうした？みかげ！ともみ！ともみちゃん！うん？松永妹、こんなところで何をしておるんだ？うん、それどころではない。聞こえんな。うん、耳を変えてみるか。おお、大地の鼓動が聞こえる。あれ、おかしいな。大地の笑い声がやだもう見かけたら階段から落ちちゃったの
教えたい？胸が痛む。御影、飛ばしてあげる。え？その腰じゃうちまで帰るのしんどいでしょ。だからうちまでなら飛ばしてあげる。なんだ、ロンドンかと思った。バカ、行けるわけないじゃん。だよね。御影くん。うわあ！ありゃ、御影くんじゃないじゃないか。はあ？松永妹はどこへ消えたんだ？はあ？ともみくん、私はさっき御影くんがこの教室に入ったのを見たんだがね。あはあ。はて、変だな。変じゃないぞ。あ！お？UFO！ 失礼します。待ちなが姉。さよなら。ま待ちなさいと言ってももう行ってしまったか。はあ、UFO 僕も見たかった。あなた、今度はいつまでうちにいられるんですか？ああ、2、3日うちにフィレンツェ支店へ戻らなきゃならんと思うんだが。見かけなの。びっくりさせないでよ、もう。あら、あなたまたやったわね。え？ダメじゃない、土足のまま家へ上がっちゃ。床に傷がついちゃうのよ。あら？え？あなた顔色悪いわよ。なんかうまく力入んなくて。そう。どうしたんだ？見かけが階段から落ちたの。具合が悪そうだったわ。え？まあ。いや。倉重さんは留学でしたよね。ええ、あなた？恩人が病気でそのお世話をしに。ご縁があったらまた。ええ、さよなら。パパだよ、入るよ。あ、今設置した機械から生体波動を捉えてこちらへ送信してきます。あの花の波動はどんな植物の波動とも違うようですが。というと？ 99% 伝説の花に間違いないでしょうな。あとは私の双子の妹エマを探し出すだけですわね。幼いあなたに問われるたびに探していますと私は嘘をつき続けました。私の家族、私を捨てた人たち。けれど
嘘をつき続けたまま、このまま行くわけにはいかないのです。見かけのやつってば、今日休んでんの？うん、あの子今日図書館に行ってる。ずる休みしてまで図書館なんかに行こうってやつの気が知れないな。ともみちゃん、それ食べないの？なんだ野田くん。ともみちゃん、お腹痛いの？だって、もう、うん、松永さん？はい。あ、いたいた。写真持ってきた？は？あとあの写真のページだけなのよね。あてな。あなたのこと信用した私がバカだったわ。ああ！ごめんなさい、忘れました。困るのよね、もうすぐ印刷屋さんだって来ちゃうし。明日こそ忘れないでよね。はい。まだ調子悪いのかな。心配事あるの？たまみ、今日変だぞ。だよね。なに？なんだ今の。たまみが見えたぞ。
下げ。どうしたのこれ、何なの。この辺りに幽霊が出るんじゃよ。はあ、幽霊じゃよ。見かけたら知らせてくれんか。あ、はい。わしの娘かもしれんのだ。この花、私たちの力と共鳴するみたい。共鳴？波長が合うのよ。そうか、波長が合うのか。私、あの時先輩を最初に見た時のことを思い出してた。そうか、それでか。なんだかすごかった。うまく言えないけど涙が出てきて止まらなかった。影が先輩のことをどんな風に好きなのか分かったような気がする。あたし決めた、先輩に会いに行く。え、思いの力は時を超えるのよ。距離なんか一体何だって言うの。はあ、すぐ調子に乗るんだから。おじいちゃん。え？あの伝説が蘇るの？ああ。双子の王女の伝説。光と闇に分かたれし双子たち。天空を貫く剣のもと、きらめく花チャクラを作りしと。光の双子、天空の力、解き放つ花、黄金を降らせしめ、新しき王を照らす。新しき王、その光を持ちてこの世の闇すべて退け。おお、これは共鳴してるんだ。もう一つの波動の発信源を探すんだ。この世、永遠の光に満たされ。まさか、三影くん。先輩。君には驚かされっぱなしだな。やってくれるよな、まったく。あ、そう、もう少しだったのに。あんた、幽霊と一緒にいるところを見たよ。じゃが、あれはわしの娘じゃなかった。
った。君にはいつも驚かされるよ。私は走っていけば間に合うかもしれないからさ。分かったわよ。服着てればよかった。ろくなのないじゃない。よし、バーゲンで最高のやつ手に入れよう。次回ミラクルガールズバーゲン台風。なんで服買うのに作戦練んなきゃなんないの。